第2節争点及び証拠の整理手続き。第1巻公判前整理手続き。第1目通則。第316条の2。裁判所は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、第1回公判期日前に決定で事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続きに付することができる。第2項前項の決定または同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ検察官及び被告人または弁護人の意見を聞かなければならない。第3項公判前整理手続きは、この間に定めるところにより訴訟関係人を出頭させて陳述させ、または訴訟関係人に書面を提出させる方法により行うものとする。第316条の3。裁判所は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続きにおいて十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。第2項訴訟関係人は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続きにおいて相互に協力するとともに、その実施に関し裁判所に進んで協力しなければならない。第316条の4。公判前整理手続きにおいては、被告人に弁護人がなければその手続きを行うことができない。第2項公判前整理手続きにおいて被告人に弁護人がないときは、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。第316条の5。公判前整理手続きにおいては、次に掲げる事項を行うことができる。1、訴因または罰状を明確にさせること。2、訴因または罰状の追加、撤回または変更を許すこと。3、公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。4、証拠調べの請求をさせること。5、前後の請求にかかる証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。6、証拠調べの請求に関する意見、証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む、を確かめること。7、証拠調べをする決定、または証拠調べの請求を却下する決定をすること。8、証拠調べをする決定をした証拠について、その取り調べの順序及び方法を定めること。9、証拠調べに関する異議の申し立てに対して決定をすること。10、第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。11、第316条の33、第1項の規定による被告事件の手続きへの参加の申し出に対する決定、または当該決定を取り消す決定をすること。12、公判期日を定め、または変更すること、その他、
公判手続きの進行上必要な事項を定めること。第316条の6、裁判長は訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続きをするときは、公判前整理手続き期日を定めなければならない。第2項、公判前整理手続き期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。第3項、裁判長は検察官、被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で公判前整理手続き期日を変更することができる。この場合においては裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ検察官及び被告人または弁護人の意見を聞かなければならない。第316条の7、公判前整理手続き期日に検察官または弁護人が出頭しないときは、その期日の手続きを行うことができない。第316条の8、弁護人が公判前整理手続き期日に出頭しないとき、または在籍しなくなったときは、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。第2項、弁護人が公判前整理手続き期日に出頭しない恐れがあるときは、裁判所は職権で弁護人を付することができる。第316条の9、被告人は公判前整理手続き期日に出頭することができる。第2項、裁判所は必要と認めるときは、被告人に対し公判前整理手続き期日に出頭することを求めることができる。第3項、裁判長は被告人を出頭させて公判前整理手続きをする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続き期日において、まず被告人に対し終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。